吉田さん、こんにちは。ティッシュの配り方に限らず、やっぱことをなそうと思ったらね、やっぱりどっちでもいいやって思う人と全く思考も行動も変わってきますよね。だから結局結果も違うと思うんですよ。この思考が違うっていうのがものすごく大事なことで、これね、マネーの虎でもう堀之内さんっていう生活倉庫の方が言われてたんですけども、お金持ちになる人とそうじゃない人の違いは何かと問われてですね、堀之内さんが答えを待ってたんですよ。で、マネーの虎に参加した方は結局努力って言ったんですけども、それは違うよと堀之内さんが言われて、こう考え方なんだよって言われてましたね。確かに堀之内さんってそこら辺に落ちてるゴミを人が使えるものだというふうに家具を再生させて、まあ一山当てたわけですよね。まあ、それがその後なんかね、倒産したってことになっちゃいましたけども、でもやっぱりこうね、考え方ってすごく大事なんだと思うんですよ。ハワイで石を売ったやつもいればね、田舎に行っていきなり網戸を売ったやつもいれば、本当に考え方一つでお金っていうのは作れるし、考え方一つでどん底がチャンスになったりするわけなんですよ。まあ、そもそもですね、這い上がる人ってまず落ちていかないと這い上がれないですよね。まあ、ですんで、こう転落した時ってなんか面白いなとか、何が起きるのかなっていうのは好奇心を持ってたりするわけなんですよ。まあ私がそれなんですけどもね、絶望とか悲観することがなくって、まあ最終的にはなんとかなるだろうと、どうにもならなかったらもうお手上げして生活保護かとかね、自己破産かっていうふうに腹くくってましたね。そういう意味では、でもそう腹くくってると結構ね、大胆にもなれるし、挑戦をやめなくて済むし、疲弊することにビビらなくて済むんですよね。で、今回のちょっとね、まとめになりますけども、人っていうのはね、恐れっていうのがあると思うんですよ。恐怖っていう感情が、で、その恐怖っていう感情にまあ苛まれて燃やし尽くされて終わってしまう人もいれば、恐怖という感情をうまくコントロールして自分に火をつけるようなね、そんな内側から燃えるような要素にする人もいると思うんですよ。私の場合はね、不利であればあるほどなんかね、盛り上がってきちゃうんですよね。なんか面白いなと、こっから逆転したらなかなか自分の記録に火灯せるんじゃないかなみたいな感じでね。麻雀店はダメになっちゃいましたけども、それはね、もう麻雀店に私がかける生命がなかったんでしょうね。店舗の維持費とか従業員との圧力とか、もうね、結局ビジネスするんだったら一人でやった方がいいなと思ったんですよ。まあ誰かと組むにしても、同じような考えの人とつかず離れず、組んでるか組んでないか分かんないような感じで、でも職務は遂行するみたいなね、その信頼しているようなしていないような関係がちょうど良いかなというところなんですよ。大丈夫かなと思ったけども、やっぱりミッションはね、お互いクリアしてるみたいなね、こんな契約書もないような関係が最強なんじゃないかなと思ってますよね。契約書のない契約、そうですね、タイトルをつけるとすれば、信用できないから契約書を作るですね。はい、信用してれば契約書はいらないということでございます。